今スーパー GT に新たなムーブメントが起きている。車体をアニメやゲームのキャラクターでド派手にペイントしたイタ車と呼ばれるマシンが続々登場し、人気となっているのだ。レースの実況でもこんなコメントが。キャラクターが乗っかっているマシンが続々と出ていっています。ユラさん、こういうマシンもだいぶ増えましたね。そうですね、昔はちょっとびっくりしたんですけど、最近は、まあ、ある意味でレーシングカーのカラーリングの定番ですよね。そうですね。その火付け役となったのが初音ミク BMW。 使用するマシンは Z4V8 4.4 リッター。世界の BMW お墨付きの競合チームだ。ドライバーも一流、谷口信輝と片岡達也のコンビ。スポーティングディレクターは元 F1 ドライバーの神風右京こと片山右京。一流のマシン技術と最高のドライバー、これがイタ車の原動力となり、スーパー GT に旋風を巻き起こしているのだ。今回スーパー GT に革命を起こした初音ミク BMW の秘密を徹底解剖。今スーパー GT で急増しているのがド派手なカラーリングのイタ車。その中で抜群の人気を誇り、実力も一流のチームがある。それが2011年のシリーズチャンピオン、初音ミク BMW。 昨年は惜しくもチャンピオンを逃したが、今季はチャンピオン奪回に向け好調な走りを見せている。この BMW の車体に描かれている初音ミクとは一体どのようなキャラクターなのだろうか。チーム全体も初音ミクカラー一色。レースクイーンの衣装はもちろん初音ミク。まさに初音ミクワールド全開。バーチャルアイドルとモータースポーツのコラボレーション、この発想はどこから生まれたのだろうか。もっと、いわゆるイタ車っていう文化があるじゃないですか、はい、ああいう文化でそういうのが好きな人たちをもっとそのサーキットに呼び込めないかなっていうのが元々の考えなんですよね。なるほど、はい、人気の秘密、それはファンとチームの距離を従来よりも縮め、より身近に応援できるサポーターシステム。これが新たなファンの獲得にも一役買っているのだ。ファンに初音ミク BMW の魅力を聞いてみた。どこが好き？可愛い。このチームの魅力とはどういったところですか？そうですね、まあ、ファンとも近いですし、初音ミクさんですか？こちらの昔からファンだったので、みんなでいろいろワイワイと好き勝手できるところが一番面白いところだと思います。もうとにかく可愛い。可愛い、はい、そこからレースが好きになられたんですか？そうです、それでレース好きになりました。さらにインターネット上でレースやイベントなどのライブ中継を積極的に配信し、サーキットに行けない人も一緒となって応援できる環境づくりをしている。この新たな取り組みについてドライバーに話を聞いた。最初見た時って正直どうだったの？はい、まあ、僕その RE やメミヤってところ乗ってる時にこのチームが よそのところで走ってたんですけども、それをこうハスでこう見ながら、うわっ、イタ車がレース界来て、まあ、でもレース好きではない初音ミク好きの人をサーキット呼んでくれるから、まあ、ありがたい存在だなと、新たなこう客層が入ってくれてありがたいな、でも俺たちのレースは邪魔しないでねみたいな感じだったんですよ。まあ、これが、2年前3年前かぐらいに、はい、ここの監督からオファーをいただきまして、俺が初音ミクみたいな最初抵抗はあったんですけども、やはりですね、知ってみると全然いい人たちばっかりでした。はい、ただイタ車と言われてたものなんですけれども、その谷口さんがチャンピオン取った、まあ、年あたりですよね。やはりね、どんなカラーリングでも速いとかっこよく見えてくるんですよね。むしろこのなんか初音ミクという枠でね収まってるんで、すごいこう統率感が取れてて非常にきちっとしてます。人気というものはどう感じてますか？まあ、これはね、おじちゃんたちにすると最初はまあ本当に難しいものがあったんですけど、もう最近はこうすっかり
慣れて理解できて、僕もあの車の中には初音ミクのちゃんの CD は入ってるし、はい、ボーカロイドも持ってるし、ネンドロイドも持ってるし、はい、本当ですか。もうそれぐらいじゃあもう初音ミクもファンということですね。基本的なファンですから。なるほど。スーパー GT では初音ミク BMW をきっかけに他社が続々参戦。エヴァンゲリオンや攻殻機動隊などの人気アニメの他社も登場し、今までレースに興味がなかった新たなファンを獲得している。大注目の初音ミク BMW、 しかしとてつもない試練が待っていた。壊れた、見て、映像に多分映ると思うから。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スーパー GT 第2戦富士、チャンピオン奪回を狙う初音ミク BMW は開幕戦で2位に入り、シリーズ制覇に向け好調な滑り出しを見せた。世界のスーパーカーがバトルする GT300 クラスで勝利するには、マシンの特性をいかに引き出すかだ。初音ミク BMW の強さの秘密はマシンだけではない。今年2年目になるベテラン谷口伸輝、片岡達也コンビはエース級の実力を持つドライバー。彼らの存在が初音ミク BMW の活躍の原動力となっている。それは朝よりも相当状況変わっちゃったってことでしょ。スポーティングディレクター片山右京に聞いた。勝つためにとか1年間に必要な読むっていう部分では経験値で、あの2人は開発能力とか選択する能力とかで、それから力を合わせる能力がすごい高いんですよね。単純に例えば GT500 で速い子たちはいっぱいいるけど、それだけじゃない、そういう1年を通してね、勝つために必要な要素を見分ける能力っていうのが彼らの強みですね。実は初音ミク BMW の課題はストレートスピードがライバルに比べ劣るところ。今回の富士では最高速を上げるセッティングを見つけた。前回の富士でのテストよりおよそ8キロも上がり、時速270キロまで出るようになっていた。そして予選がスタート。予選は Q1、Q2 で行われるノックアウト方式。 Q1 では25台から13台に絞られ、 Q2 でポールポジションが決まる。チームが設定した目標タイムは1分39秒8。ドライバー片岡達也は当然 Q2 には残りたい。この Q1 も、ニュータイヤを履いての最終的な確認っていう部分もあるので、これを走って片岡選手がもうちょっとこうした方がいいっていうセッティングの変更する話もあるかもしれないんで、なるほど、まあきっと残ってくれると思います。わかりました、はい。予選 Q1 でトップタイムを叩き出したのは日産 GTR、 1分38秒833をマークした。3号車がやっぱ来ましたね。とここで初音ミク BMW 片岡がアタックに入る。目標タイムをクリアし Q2 に進みたいところだが、4号車の BMW です。さっきの52番とかこの4番はベテランドライバー、まあ、本人たちは中堅と呼んでくれって言ってましたが1分39秒657をマーク、目標タイムはクリア。だがライバルも続々と好タイムを叩き出す。さらに日本車勢のホンダ CR-Z やトヨタプリウスも好タイムをマーク。スバル BRZ も調子がいいようだ。これで BMW は12位まで順位を落とす。予選終了直後に無限 CRZ がタイムを出すも、 BMW はかろうじて13位に滑り込んだ。おお、ギリギリ、もうめちゃくちゃギリギリじゃないですか。危な。目標タイムをクリアしているのになぜ苦戦を強いられているのか片岡に聞く。曲がらないのもがまず大事ですよ。
ダメだけど、まずブレーキも止まらない、で石みたいになるから。タイムが伸びない原因はどうやらブレーキのようだ。早速 Q2 に向けセッティングをやり直す。そして予選 Q2 が始まった。この順位で決勝のグリッドが決まる。セッティングは多少変えたんですか、 Q1 から Q2 の間。はい、少し、まあ、多少でもマシになるようにっていう手は一応やったんですけど、まあ、そんなに大きなチェンジができてないんで、ここで今この周でどれぐらい来るかですね。決勝は少しでも前からスタートしたい。全ては谷口のアタックに託された。初音ミク BMW 谷口、持ち前のテクニックで果敢に攻める。1分38秒912を叩き出しトップに立った。おお早い、おお早い、早いすごい早い。しかしライバルはさらに速いタイムを出してきた。まだ予選が終了していないのにピットへ戻ってきた谷口、現在の順位は8位。なぜアタックをやめてしまったのか。この予選で使ったタイヤで決勝も走るんで、はいはい、無駄な周回数は増やしたくないので、はい、もうこれ以上出ないと判断した時点で、本当は今もう一周前にやめたかったんですけど、はい、無線で何も言ってこないからもっと出せってことなんだろうなと、まあ、それ勝手に空気を感じ取って行きましたけど、まあ、やっぱ上がらないんでもうやめるってやめました。なるほど、はい。長丁場500キロ、いつものごとくですね、振り返れば4号車作戦で、ついに決勝スタート。だが壊れた、見て映像に多分すると思うから。一体何が。スーパー GT 第2戦富士500キロ、戦いの舞台富士スピードウェイには8万人の観客が詰めかけた。初音ミク BMW のピット前にも数多くのファンが訪れ、大変なにぎわいを見せていた。そんな初音ミク BMW の決勝前のミーティングにカメラが潜入。スタート谷口で、レース展開がまだ読めないから、なんとも言えないですけど、でも多分ルーティン25、谷口の25は引っ張る可能性があります、うん、それは要はそこ前が詰まってりゃ入れるけど相手が行くってことですよね。そう、ただ、うん、ラップペースがね明らかに、プレスから1秒落ちるんであれば、うん、早くに入れて前に行った方が早い、うん、なおかつ早い時間に入れれば給油時間も短いからそこで前に行ける可能性があるんで、最初のタイヤ交換しないかもしれない作戦っていうのはなし。ないな、ない、うん、リスクが高すぎる。割といいとこでそのいいペースでいけてますって言って引っ張っていくと、そのプランはロングロングショートに変える可能性もある。ある、うん、じゃあそれも一応持ってた方がいいよね。そういうこと、ロングロングショートでね、うんうん、でロングロングショートで行った時にはその1セット目のタイヤの摩耗を見ながら、うん、2セット目を交換しない可能性があります。最初の満タンでじゃあ何台から逃げててね、そこで無理するしないとかっていうのはちゃんと自分たちのペースとか自分たちのレースで指示はとか情報は前後とか誰と争ってるかっていうのでちゃんとやらないとボロボロになってくれ腕にならないように。取材に当たった青木愛は、まあ、こんなに作戦いろいろ考えて考えてで何パターンかあって、でその時のマシンの状態とドライバーとかの状態によって作戦変えるっていうところまで考えてるんやなっていうのがよく分かりました。それやっぱり青木さんの想像をちょっと超えてる。そうですね、めっちゃ細かいと思って。初音ミク BMW が立てた作戦、この500キロレースのピット回数は2回、スタートドライバー谷口の周回数を短くし、最初のピット作業の給油時間をできるだけ減らし、ライバルよりピット時間を短くするというもの。ピットでできるだけタイムを稼ぎレースを優位に運ぶ作戦を選択した。スタート直前
ドライバーの2人はリラックスムードだが、2人の頭によぎるのは作戦を遂行できるかだ。僕握手するとね、みんな一周目に嫌がっちゃうんですよ。フォーメーションラップスタート。長い長い500キロのレースがいよいよ始まる。そしてスタート。初音ミク BMW 谷口は後続を抑えながら1コーナーへ。トラブルもなく順調な滑り出しと、ここで先頭集団のペースが上がり始める。先頭集団に引っ張られるようにライバルたちもペースアップ。だがその波に乗れない谷口は後続のマシンに次々と抜かれてしまう。すると上位マシンに次々とアクシデントが。おっと、そしてこちらは ARTA が外れてますか。これも接触があったのか何か。BRZ が戻ってきている。これはかなり時間がかかっているので、ちょっと絶望的かもしれません。上位陣が崩れるのはチャンスなのだが。あ、スローパンクチャーしてたのかしら。左リアパンクしてませんか。実は初音ミク BMW も不安を抱えていた。それは予選のミーティングでのこと。右側の摩耗気にしてる。右側の摩耗ですけど、今のところそんなにひどくない。で、今ワンスティント分ぐらいだいたい走ります。だから、ただ決勝になった時には摩耗が多分もうちょっと上がると思うから。決勝前から原因不明のタイヤの摩耗が不安視されていた。練習走行では気温が低かったためトラブルはなかったが、決勝では気温が上がっている。いつ爆発するかわからない爆弾を抱えて走っているようなものだ。ピットもタイヤの状況を心配する。タイヤってどう？この状況があるとやっぱり早めに動くしかないかなと思ってる。そうね、あんまり良くない。レースはトップの無限 CRZ の独走状態。 BMW は8位から13位まで順位を落とすも、作戦通りに25周目にピットイン。タイヤ交換、給油を済ませ片岡にドライバーチェンジ。お疲れ様です。調子はいかがですか。いや、じり貧だね。あのコーナーでは抑えられ、直線ではどんどん抜かれというね、悪循環だね。かなりね、苦しい。全車ピットを終えたのは41周。 BMW がかなり早いピットタイミングを取ったのが分かる。現在のトップはホンダ CRZ、 2位はトヨタプリウス。GT300 クラス現在トップを走るのはホンダ CRZ、 そして2番手にトヨタプリウスと、次世代のハイブリッド対決がこのレースで実現しました。レース中盤、初音ミク BMW は3位を走行。13位まで順位を落としていたはずだったのだが、先ほどのピットインで作戦通り大きく順位を上げていた。早めのピットで混戦を避け、さらに給油時間を短くし、レース中盤で上位を狙う作戦がズバリ的中。ピット作業に時間がかかるライバルたちを横目に3位まで順位を上げていたのだ。フロントタイヤがちょっときつかったかな。でも多分40ラップはいけると思う。今のラップすごくいいよ。残りあとね、いくつだ14、よろしくお願いします。だが順調に周回を重ねる BMW にとんでもないトラブルが襲いかかる。壊れた。
見て映像に多分すると思うから。 BMW に一体何が起こったのか。レース52周、作戦が的中し3位まで順位を上げてきた初音ミク BMW。 もう戦前の予想通り燃費がいいですから、ハイブリッド勢は。ですからまあこのワンツーはしょうがないものとして、よくまああの片岡君のところ、片岡君、谷口君のところ、そうですよね、はい、初音ミクはよくついていってますよね。ピットストップが長いですからね、このチーム。戦術戦略で戦っていくというこの初音ミク BMW です。はい、レース半分を消化し3位走行中の片岡、予定周回数あと5周というところで第1コーナー手前でなんとスローダウン、そしてコースアウト。どうしたというのか。壊れた、見て映像に多分すると思うから。何壊れた、何壊れた、分かんない、パークかスロット右スロットだと思う。さあ今無線で4号車にトラブルが起きたと入ってきました。谷口は状況を把握できずモニターを不安げに見つめる。不安視されていたタイヤに損傷を負ってしまったようだ。いや、あんまり急いで行っちゃうとフェンダー叩いて損傷が増えますからね。外れそうですね、これね。そうです、もうこれがね、タイヤが暴れ切れて暴れたらもうボディボロボロになっちゃうんですよね。谷口は緊急ピットに備えスタンバイ。片岡、無事にピットに戻ってこられるのか。片岡、どの辺まで戻ってきた。ちょっと浮いたようにも見えました。タイヤが破損しています。さあここから追い上げることはできるんでしょうか。破損したのはタイヤだけ、マシンには損傷がなかったので無事にコースへ復帰。あと予定だと 5,6 周、まあ、特に何の問題も感じてなかったんですけど、突然ブレーキ踏んだらハンドル取られて、うん、あれと思ったら、だから初めアームで漏れたのかなと思ったんですけど、それぐらいタイヤに前兆はなかったんで、まあ、摩耗なのか物踏んだのか、まあ、少なくともちょっと、まあ、運がないですね。結局初音ミク BMW は9位でレースを終えた。スーパー GT に革命を起こし、多くのファンと共に走り続ける初音ミク BMW、 今シーズンさらなる活躍を見せてくれるだろう。いい時もあるし悪い時もあるし、その中でドライバーもチームみんなベストを尽くしたんで、しょうがないですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ニュル24時間レースに密着。